大家好，我是飞福大酒棒答案。我想问一下大家知不知道什么叫ADE？其实啊，ADE是一种促进老化的一种物质。今天在我们福冈的九流米大学的这个设施里面，有一位专门研究这个ADE的教授，那让我们去拜访一下他，了解ADE到底是怎样的一种物质。 这位是ADE研究领域的世界权威教授商岸教授。じゃあ、さん、何でも聞いてください。はい、先生。ADEってどういうものですか？ADEってのはね、英語の、まあ、頭文字なんですよ。日本語で言うと、週末糖化産物って。ADE、译成中文是糖化中产物的意思。 人体是通过胶原蛋白等蛋白质来维持骨质及血管的机能。当糖分与蛋白质相互聚合，骨质、血管等就会受其影响，机能也会随之降低。像这种沾满糖分、机能衰退的蛋白质，我们称之为 ADE。 これ人間の体の中に一番多くあるタンパクの一つでアルブミンっていうんです。アルミン。これに糖がこびりついてAGになるとどうなるかというと、こうなっちゃいます。嘘。こうなるともう働きが全然落ちちゃって、正常な働きできなくなっちゃう。これが体にあるんです。嫌ですね。 当这种ADE成分变得越多时，肌肤、骨质就会发生变化。ADE成分会导致老化，除此之外还会导致各种疾病的产生。ここにね、実はね、日本でよく食べられてる食べ物のどれぐらいAGが含まれてるかっていうハンドブックがあるんですよ。一日にとっていいAGの量は15,000なんですよ。 万5000ね。ということは一食に食べていい量は5000ってことですよね。はい。カルボナーラわかりますあ、はい。ものすごく多いです。お、そんなにありますか。ステーキ。あ、はい。ピザ。はい。カツカレーも食べたことあります。ありますよね。すごく。パリパリで子供も大好きです。一方ね、やっぱり少ないのはね、お寿司。はい。お刺身とか定時少ないですよ。 それからうどんとかそば食べたことあります？はい、あります。こんなのはAGが少ないです。特别是油炸、炒等烹饪方式都会产生大量的ADE成分。那么想要抑制ADE成分，我们到底该如何来预防呢？基本的にね、酢を使ったらいい。酢。あ、お酢。お酢を使うとAGができにくい。できるだけ高温で長い時間炒めない。ささっと炒める。 でも肉の方はちょっと心配するじゃないですか。そうでしょ。そしたらあらかじめ少し火を通してゆでておくとかさ。あれは電子レンジとかちょっと。ダメ。あ、それもダメですか。電子レンジはねAGができやすい。その糖がタンパク質にくっつきやすくなるんですよ。だからよくないんです。商岸教授建议我们经常食用洋葱、西兰花等食物，因为像这些食物中都含有预防ADE的成分。 其中，像西兰花芽菜里含有大量的抑制ADE的成分，各种实验也已表明其效果特佳。另外，通过协同效应抑制ADE的一种叫SQ2的新成分也已被开发。目前含有SQ2的营养补充品也在研发中。此外，これ何ですか？これね。 実はAGを抑える働きのあるようなものを少し化粧品として開発したんですよね。嬉しい。で、スルフォラファンとケルセチンっていうものを入れ込んで、お化粧品を作るとですね、そういったような成分がお肌の内側に入っていくんで、そうすると入っていったところで、コラーゲンの若さを保つっていうか、 这次我有幸拿到这款试用装，体验了一下。使用方法是洗完脸后将美容液涂于脸部，轻轻按摩，使其渗透于肌肤即可。涂完后呢，感觉这款乳液呢，不是很油，而且吸收力啊也不错，感觉很不错哦。
从伤汉教授那边拿到的试用装用了一个星期，每天早上都会给我有一个不断的惊喜啊。早上起床触摸肌肤，感觉肌肤很润滑有弹力，而且给我一个最大的惊喜啊，就是妆容要比以前好上了很多，所以建议大家也一定要试用一下哦。目前这款美容液已经商品化。やっぱり日本でもそうですし中国でもそうですけど、みんな長生きになってきてますよね。一方でやっぱり最後の10年間ぐらいは病気があって好きな旅行が行けないとか、あるいは介護されないと自立して生活できないっていうような人たちも増えてるんですよ。だからできるだけこの AG のことについて多くの人たちに知ってもらって、健康寿命を伸ばして、みんなお年を取ってお子さんやお孫さんに囲まれながら元気で好きなことをやって生活できるような、そういったような期間をできるだけ伸ばしていきたいなというふうに思います。所以啊，我一定要好好的改善一下自己的饮食生活，所以希望大家也一定要好好改善哦。